久保さん、痛いっす。親知らず抜,抜かなければね、この痛みはないんですよ。親 <laughs> 知らず抜けばね、痛みあるんですよ。じゃあ、痛みを、痛みが、痛みが嫌だからっつって、ずっと親知らず抜かないと、まあ、綺麗に、綺麗に親知らず入ってるんだったらあれですけどね。まあ、僕はあの、 親知らずが生えてることによって、歯磨きがしづらいで、しづらくな、まあ、なんだあその隙間が、こう、歯磨き難しくなるし、まあ実際親知らずも虫歯になってましたんで、まあいらない歯なんですけどね。そう、いらない歯じゃないですか、親知らずって。<laughs> でも抜かなきゃ痛くならないんですよ。腫れないんですよ。そう。<laughs> でも、それ嫌だからっつって親知らず抜かないと、 まあ人によってはね、あのー、まあ、そっからいろいろとなるっていう話ですね。うん。だどっち取るかですね。どっち取るか。僕は、あの、いまあ、こっちも取りましたけど、痛いの分かってるけど、取りましたね。こうなることも分かってます。前はこっちも腫れましたから、もう、すげえ痛いし、もう、頭痛いし。最悪っすよ。だからもう、 ね、4日5日続きますからね痛いしそうまあそれでも抜きますねなん,なんでならば、まあ、その後のことを考えてですね本当に大事な例えば親知らずがあることによって本当に残さないといけない歯が磨きにくくなってうんなんだ虫歯になってあの抜かないといけないってなったらあれじゃないですかうん 痛みが分かってても、抜くかどうかっていうね、結構大事かなと思いますね。やるかやらないかっていう。うん、でも一つ言える事実は、あのー、成功してる人の中で失敗を一度も、一度も失敗しないで成功した人、僕は知らないですね。いないと思います。まあ、いろんな世界中探せばいるのかも分かんないですけど、多分いないんじゃないかなと僕は思いますし、知らないです。 一度も失敗しませんでした。ずっと成功です。成功し続けてます。成功したその先も失敗していません。知らないですね。い,いってらっしゃい。